してね。こんばんは、アリサでーす。本日の試合、7対2で、快勝スワホーよーし。もうちょっと泣きそうなんですけど、私、本当に、記事を朝見て、ちょっと泣きに泣いて、ちょっと落ち着いたと思ったらまた泣いて、みたいな。青木選手が、現役引退するということで、21年間、本当にお疲れ様でした。いやー、本当にね、喋ったらちょっと泣きそうなんで、ちょっと、あんまり喋んないようにしたいんですけど。悲しい。いや、本当に悲しいです。もう朝どんだけ泣いたことか。めっちゃギリギリに起きてさ、まあ、携帯とか見るやん。ほんなら、なんか青木選手のさ、引退の記事出てさ、え?って思って、もうそこで目覚めてさ、パって。でも見て、うわ、ガチやと思って、もうでも、さあ、もう、そんなん、もう、ぐずぐずしてる暇ないとか思ってたけど、もう10分ぐらいさ、ほんまにこうやったんよ。で、時間なくてさ、もう泣きまくってさ、もう化粧してさ、もうまだ撮れてさ、もう、ほぼすっぴんできました、本日。はい。まあでもね、本当に長い間お疲れ様でしたし、まあ青木選手がいたからね、ヤクルトのね、若手がどんどん育ってきてると思うので、本当にね、ヤクルト球団さんは、コーチ関係とかでね、まあ、ヤクルト球団に留めてほしいなと思います。まだなんか、記事見たら、なんか声かかってきてないみたいな。早く声かけな。取られんで、ほんまに。ほんまに取られんで。だから今すぐ、早いうちに、話してください、本当に。あとね、ほんまに、ちょっとね、ここで、言ってもあれかもしれないんですけど、私が思ったこと言っていいですか?引退会見さ、生配信してよ!もう、びっくりした!後々あげるんやったらさ、生配信してよ!レジェンドよ、レジェンド!ヤクルトのレジェンド、球界のレジェンドよ!ほんまに、なんでなんて思いましたよ、私は。あとさ、やっと出たと思ったらさ、もうタイピングの音で聞こえへんしさ、めっちゃマックスでやってもさ、聞こえへんしさ、もうなんなんって思いました、私は。ちょっと、動画上げてる人、候補さん、ヤクルト候補さん、ちょっと私が言ってもあれかと思うんですけど、本当になんか、嘘やろって思いました、私は。はい。全然聞こえないし、タイピングの音で。はい。カチカチカタ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 、確かに仕事やけどさ、確かに仕事やけど、なんかもうちょっとあるやん、もうちょっとあるやん、それをさ、生配信じゃなくてさ、世に一回さ編集して出すならさ、ちゃんと気をつけようやって私は思いました。はい、私はそれだけがちょっと引っかかりましたね。はい。まあでも今日はね、最高の試合というか、いい試合だったなと思います。山野投手も、初めて8回投げ切ったし、はい、良かったと思います。村上さんもね、ようやくグッドモーニングということで、おはよう村上さん。アリさんのファイト、村上が届いたんかな。まあ、ということで、本日ちょっと前振りが長いかもしれなかったですが、どうぞ。ちょーっと遅れた。ちょっと遅れた。すいません。あっつーダッシュで帰ってきたのに。巨人強くね?よーし!ナイスー!山田ー!ないんかい!よーし!ナイス長岡よーし!ナイス並木スワローズチャンスでーす。あ、え?よー
よーし、ナイス雪黒。うわー、あー、よ、うまい、うまい、すごーい、スワローズチャンス。いやー、あー、よーし、いや、うわうわー、よーし、あーし、ナイステスト、ヤクルト東京、ヤクルト、いやー、終わっちゃいました。プロ野球チップス食べまーす。はい、行きます。ドゥドゥン。お、菊池さんでーす。続きまして、ドゥドゥン。お、栗原さんじゃーん。栗原さんでした。ヤクルトは当たらず。すごいね。昨年はロッテとの開幕戦に4番3塁でスタメン出場。6回1、2塁の場面で右中間に先制スリーランを放ち、初勝利に貢献した。あ、去年結婚したんや。へえ、おめでとうございます。面接をして、スリーラン打った試合。うわー、いやー、ちょっとー、あー、ちょっとこっちは丸さん歌んでいいのよ。ちょっと今栗原さんの話してたんやから。もう、ちょっとやめて、そんな、なんか転戦してくんの。いや、うま、ポテトチップス。おー、イエーイ、よーし、あー、よ、え、イエーイ、おーっしゃー、スワローズちゃん、よーし、あーし、あーし、ナイス雪色、よーし、いよっしゃー、あーし、うおー、丸、よーし、早い、ナミキー、おーし、8回いった。おーし、ラスト2。お、あー、あーらわー、あー、よーし、さー、強いわ今日。いやー、